うう私もねマスカレードホテル大好きなんですよ。ああこの木村さんが見たいなって思ってたんですけれども。あっ、ですか、はい。で、なんか遡って考えると、うん、武士が好きかなと思って、武士の一部。なんか、うん、やると思わなかったんです。<laughs> なんか分かんないけど、ああいう役。なんか いやもう、でもなんかあの作品に関してはななんかか役じゃっったっすね。うん、もう山田洋次さんに「一緒にやらないか?」って言われて断る理由がないなと思って「じゃあお願いします」って言って行ってみて台本読んでみたら「うん、おすげえ役だな」っていで分かりやすかったし <laughs> なんかそう,、ね、そう。 すんごい、あ、このわー、木村さんいいなって。本当ですかはい。好きだから、どれっていう、そう、でもその二つだな。だから早く、そう、マスカレードナイト見たい。いやいやいやうん。でもなんか、そろそろなんかこう、ドロドロのなんか、なんかラブストーリーも見たいなと思って。ドロドロのそう。なんか、結局、あの、広顔もそうだったんですけど、うん あの、リアルライフだとはもちろん良くないけど、うん、その、不倫とか、なんかそのちょっとドロドロした恋愛ってみんなめっちゃ燃えるじゃん、結局は。<laughs> それを見てキャーってみんな言ってるじゃないやっぱり。でもドラマだから。まあドラマだからね。ドラマだからそれができる。だから、それを映画でも、なんかこう、あの、もう若い、若いカップルはもういっぱい見たから、うん、なんかこう、大人のカップルが、なんかこう、んどんどん壊れていくっていう。ど <laughs> ん それを木村さんにちょっとで魔女が企画しそう。<laughs> それで、まあそこの狙いの一つはやっぱり一人の不倫相手は、まあ私というね。一回、拓ヤを抱きたいな。あそ <laughs> ええ <laughs>